はい、どうも徳さんです。私徳さん、約17年ぶりに水のプロをオーダー。しかし徳さんは外野手をチョイス。一体なぜでしょう？最後までご覧ください。今日は何ですか？急ごう急ごう。なくなるから店主たちの使っているモデル売れるから。これですか？そう売れちゃうから。そう、というわけで私の思いつきでですね、侍ジャパンメンバーが使っていたギアをショップに探しに行こうということで、まずはバッティング手袋を中心に見ていきたいと思います。最初にやってきたのはベースマン飯田橋本店。よく来るところなのである程度わかる。1番、セカンド山田哲人選手。待って、まず見つけました。いいですね。まず1点アディダス。アディダスもちろん。2番、やっぱショート、ダララッタッタン。そうなんですよね。坂本選手はレギュラーシーズンと同じ赤白のこれだった、ね、こだわりなんでしょうね。これだった。おお、3番、バッテシリーズでいくと3番、これか。はい、カラーはちょっと赤でしたよね。オリンピックはあのネイビーに。ネイビーに赤だったな、それは残念ながらまだ出てないと。ただネイビー金でね、ちょっとぽいそうだな、そうだな。これちょっとあー違うな。鈴木誠也選手は、特殊なのを使ってたよね。これの感じのこのゴールドステージ、ゴールドステージの形、ね、だったと思う。この、はいはい、この感じのそんなイメージでしたね。うん、まあこれ近いと思う。多分色的にはだいぶ近いですね。だいぶ近い。うん、5番に浅村選手ないです、徳さん。なぜならナイキだからです。そうか。6番はでもギータ選手さ、 あの白も使ってたよね。途中のユニフォームで書いてたんですかね、ホームアウェイで。使ってたよね。はい、白も使ってましたね。こっちも使ってたね。これはもうレギュラーシーズンもそうですし。そうだね。そう、あの時も使ってましたよね。タラッタッタッタン。7番、菊池選手か。はい、タラッタッタッタッ。あー、それだー。ちょっと、それで失礼します。タラッタ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 ン。ネイビービカビカ。ネイビービカビカ。ネイビービカビカ。何なの、ネイビービカビカって。その、ビカビカしてるじゃないですか。8番は村上選手。おお、かっけえ。あ、これまさになんか侍っていう感じのですね。そうだな。うん、これだ。9番は甲斐選手です。ああ、キャッチャー。あったあったあった。なんか同じやつはないですけど、なんかこんな感じの配色でしたよね。間違いなくそうだね。こんな感じ のね、黒かネイビー系のなんか。ね、あ、でもエスケもなんかデザインすげえ増えたな。なんかちょっと種類やばくないですか？種類めっちゃやばい。カラーおしゃれ。うん。エスケめちゃくちゃおしゃれ。やばいやばい。おお、なんかウルトラマンみたいな。あれ。ウルトラのなんかグラフィックみたいなの入ってますね。なってるよね。おしゃれ。おしゃれだね。カラー。これで一つコンプリートかな？あれ、これ。どうしました？ちょっと色は違います、ね。色は違うけど、坂本林選手がこれですね。この白と赤だから。はいはいはい。このね。あ、このね。はい。海選手絶対これでしょ。このごっつい SSK の。あ、そうだったか。ごっついレガース。そうだったか。こんな感じの。はい、そう。ごっついやつ。はいはいはい。ごっつ。めっちゃでかい。めっちゃ守られますよ。このごっついやつ今までなかったっすよ、水野さん。確かに。海選手が契約して。多分できたんですけど。しかもこれさ、はい、白ないってことはもうそういうこと？白もう売れたってこと？球児が。あ、すごいね。シールドって感じです、ね。うん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 。浮口選手使ってましたよ。あら。続いてスパイクもちょっと覗いてみます。おお。スタッド？超限定カラーって書いてありますよ。そうだよ。この辺りスタッドはもう聖夜選手使ってたからさ。ここのね、押し切りね。スタッドのやつ。これ聖夜選手は使ったみたいですから。はい、情報によります。みたい。うん。キクさんが、あ、キクさん ねちょっとこれはちょっとね、カラーがね、そうですね、ネイビー、まあこれの赤が入ってるバージョンみたいな感じですね。まあブロックソロですよね。そうだね、いわゆる SSK の、あーっとスーパーピッチャーの、あれ、ね、あのアメリカ戦でカットボール148、カットボール148、フォーク140、そうだ、刺激を取った、そうだ、お方が使っていたスパイクですよ、ね、SB ホークスのね、SB ホークスの S が投手が万全の状態で俺オリンピック行ったらもうどうなったのかっていう。先発でね、投げてたらどうなったんでしょうね、うん、ちょっとね、手つけられなかったかもしれないですね。まずはまあ守備の要、いや、そうなんだよね。っていうと甲斐さんの畠山、あ、これじゃないですか、まさにこの辺りかな。この浅さは
あ、非常に薄い、深さがない、非常に薄い、やばい、もうペットしてるけども、でもこれぐらいから、でもカイさんもこう伸ばしていくって言ってたもんね。サインの深く使うって言ってましたよね。そう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 、深くしてってずっとその浅さで使うんじゃなくて、内野用グラブとしてやっていくって言ってたな、はい、こっちの方で最初やっていくって言ってたもんね。そうですね、どん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 、うん、で結局こっちであのへっこんじゃうから、こっちをこう伸ばしていきながら内野用グラブとして、いやー徳さんダゾーンいい話してるな。いやそうだろう、これね毎週月曜日ぜひご覧ください。さあ続いて我々が向かったのはこちら、水の東京。チャララチャチャチャーン、はい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 、誰かを宣告してください、菊池選手。おお、菊池選手グラデイビーとかに、あとね僕見てたんですよ、ブロムでした、使ってたよね、うん、クロスウェーブの、あれオリジナルだよね、シーズン使ってないですよね、使ってないです、多分オリンピック用、俺すげえな仕上げんだな、めちゃくちゃかっこいい、チャララチャチャチャーン、それはもしかしてあの伝説の坂本型です。だからあれだよ、もうじゃ どうしました、値段82,500円って書いてある気がするんですけど、え、そうです、気のせいですか、いやこれは、やっぱりもう巨人のリーダーに収まらない、うん、もはや日本の内野手のリーダー、だから僕にとってもリーダーですから、ね、日本人で内野手やってる人たち全員のリーダーってことですね、そういうこと、そういうこと、なるほど、そういった意味合いの中ではやっぱり最高級、いや艶がやばいっすか、いやこれ多分ね珠玉の一品じゃないか、これその感じすごいですよね、珠玉の一品感すごい、もう多分皮の中でも厳選に厳選を重ねた最高級の、いや本当そうですよね、その一つじゃないかな、すごい、これすごいね、これだね、すげえ高豪しいんですけど、この一品だけ、いや多分やっぱね、我らが田中投手、もうドクサン TV のもうレギュラーと言っても過言ではない過言です、クリスタルブルーですね、クリスタルブルー、これあれだよね、オーダーでも追加されたんだもんね、なんかマー君モデルの限定という、うん、そうだよね、あのやったやつだけ選べるみたいな、だからこれはちょっとダメか、えでも田中将大モデルにして、はい、内野手用の片付けしちゃえばいい、そうっすよ、これは本人、ご本人じゃない、わお、これ何色って言うんですかね、ヘビヌバック、ヌバック、紫ステッチか、そうだね、紫だね、で、固有にね、あ、ここにはこの片足の皮と、いやこだわりがすごい、かっけーなー、こだわりがすごいです。現在、水の東京には野球同様金メダルを獲得したソフトボール女子日本代表の山田恵里選手などの大会実用道具が展示されておりました。グラブや全員のサイン入りフットガード、さらには二刀流大活躍でしたね、藤田大和選手のスパイクなども展示されておりました。ちなみに藤田大和選手のスパイクの P 画を見ると激闘の様子がなんとなく見受けられました。水の東京4階にて現在絶賛展示中でございますので、ぜひぜひ皆さん立ち寄った際には覗いてみてください。さらにこんな展示が、これすげえ、オールスターモデルだ、すげえすげえすげえ、しかもこれバトンちょっと全員ついた後あるし、すげえねー、これはレアです、これ触らないよね、マタチ系ね、あでもこれさ、マイナビオールスターゲームってこう入るんだね、本当だ、入るんですね、ここにこうやって、これは知らないな、手のひらの中の刺繍も入るんだな、グラブ、しかもでかい、今回なんかあれだよね、恐竜かなんかイメージだもんね、そう、ダイバーシティグラフィックっていうらしい、やっぱあのコスモ、コスモコスモの感じの、村上選手がつけていた、村上選手のやっちテーマ持って追っていくと面白いね、うん、あちょっとあのオーダーするから、ええ、というわけで早速2人には伏せてましたがオーダーをします。外野用をはめてるんですね、やっぱ大きなグラブが僕が欲しいので、外野用オーダーするんですか、外野用のグラブをいかに内野用に仕上げていってやっていくか、どういうくくりどういうくくり、閉じは横閉じ、今横閉じダブル、はい、グラフ中指右側からシャンパンレッド、はい、シャンパングリーン、はい、そのままセルフラッグです、はい、紐だけあのブラックの横が白いタイプ、うん、おお近いな深いな、これは漆黒なんだけどなんか指のとこだけ色が多い、ほぼ期待ってことですね、そうだね皆さん、うん、楽しみに
ちなみに我々が行った時にこのスイングスピードコンテストなるものが水の東京にて開催されていましたので、私とライパチもやってみました。これ何かっていうと、自分のスイングスピードを予測するゲーム。それぴったり当てた方には景品があるそうで、参加賞も用意されているとのこと。行った方はぜひ皆さんやってみてください。というわけで本日の動画は以上です。また明日もぜひ見てください。